金星人はかつて金星に住んでいると想像されていた知的、生命体である。現代の科学では金星人は実在しないとされる。金星は地球とよく似たサイズの惑星で1761年には地球と同様に大気を持つことも発見されていた。このため金星探査機による詳細な観測が行われる。以前は金星は地球にある程度似た。 気候なのではないかという想像がなされた。金星は地球よりやや暖かく熱帯のような気候だという説もあり、金星生命、ひいては金星人の可能性は十分にあり得ると考えられていた。この時期の SF、とりわけ、スペースオペラでは金星人は火星人と並んで人気のあるテーマだった。超常現象ではジョージアダムスキーのコンタクト証言もこの時期である。 しかし、1960年代以降の惑星探査によって、実際の金星表面は90気圧の高圧と摂取460度以上の超高温の世界であることが明らかになった。1967年にソビエト連邦のベネラ4号が高層の温度測定に成功した後、1975年のベネラ9号以降で着陸に成功し、 金星表面の温度と気圧が初めて直接に測定された。この環境は地球上で知られている高熱菌の生育可能温度よりはるかに高温である。なお、金星に原始的生命が存在する可能性は完全に否定されたわけではない。高度5 0トル程度の大気中に生命が生存できるのではないかという研究がある。金星表面は生物にとって 過酷な環境だが、大気の上層に行くにつれ気圧や気温が適度に低下するためである。ただし仮に存在するとしても、知的生命体ではなく、浮遊性の微生物だろうと考えられている。空飛ぶ円盤で有名なジョージ・アダムス・キーが、1952年11月20日、アメリカ・カリフォルニアのモハーベ砂漠で、初めて出会ったと主張。ほぼ地球人と変わらない外見で、 額が広く、外に吊り上がった快力の瞳の目、よく焼けたような肌をしていたという。他にも、テレパシーで、相手の心を読むこともできる。オーソンという、金星人であると、アダムスキーは主張している。これらの情報の信頼性については、ジョージ・アダムスキーの項目を参照。スペースオペラ全盛時には、太陽系内の惑星は、 内側の軌道を回るものから順に誕生したという考え方が一般的だった。このため、金星には地球より早く文明が生まれ発展したという設定で描かれることが多かった。逆に木星や土星は未開の秘境として描かれた。また、ビーナスへの連想からか美女として描かれることも多い。ありがとうございます。